カイミュージックツアには旅の感動をデザインする SKS スカイ観光サービスの提供でお送りします。は午後3時3分を回りました。スカイミュージックツアーズ、テーマは空、音楽、旅など、素敵な音楽とともにお楽しみください。暦の上ではすっかり秋になりました。本土の方では秋の味覚もふんだんに出回るようになり、ここ沖縄県でも秋の味覚がスーパーや店頭に並ぶようになりました。今月は連休も多かったということで、旅の計画をなさった方々も多いのではないでしょうか。秋は紅葉、また食欲の秋、文化の秋、食べ物が美味しい季節になってきました。脂の乗ったサンマや秋鮭、そして秋サバなどが食べれるようになり、キノコ類では香り松茸、味しめじ、山のキノコ類を狩るキノコ狩りに出かけられる方も多くなってきたようです。またこの季節になりますと、本土の方では紅葉があちらこちらで見られるようになり、少しずつ寒さが増してくると、この紅葉もすっかり色づくようになってくるようです。朝とこの昼の気温の差が激しければ激しいほど紅葉が美しいと言われています。そんな紅葉狩りを皆さんも楽しまれるために旅の計画をなさっている方も多いかもしれません。さてそんな中、皆さんは今年の秋どんな計画を立てられているのでしょうか。食の旅、温泉の旅、紅葉の旅、
皆さんの旅のお話や予定などもぜひメールでお寄せください。 FM 数字の786アットマーク FM よみたん .co.jp 件名にスカイミュージックツアーズとお書きいただきたいと思います。さて本土の方では少しずつ秋が顔色をね増してきますけれども、紅葉の名所皆さん全国各地にありますが、皆さんはどんなところに紅葉狩りに行かれるんでしょうか。さあ今日はここで紅葉の名所をまず最初にご紹介します。人気名所紅葉ランキングというのがあるそうで、もう早いところでは9月の下旬から10月の上旬にかけて、1年間で一番早く紅葉が始まるところがあるそうです。それは長野県中央アルプス千畳敷カール、ここが日本で一番紅葉スポットとしても人気なんだそうです。また那須高原、栃木県の那須高原といえば多くの方々が観光で訪れる場所です。そこも10月の上旬や10月の中旬などにも、このね那須高原では紅葉が見ごろになるそうです。こういった全国の紅葉人気ランキング、また紅葉狩りがあるスポット、また庭園、それから神社、こういった境内などでも紅葉が楽しめるこれからの時期、皆さんのおすすめの場所、また紅葉のね見どころ、ここが一番大好きという場所がありましたら、ぜひご紹介いただきたいと思います。全国約750箇所に紅葉情報というものがあるそうで、こういった人気紅葉名所ランキングというのも今では気軽にネットで楽しむことができるようになっています。さて皆さん、今日もね旅の計画を立てながらこのスカイミュージックツアーズお楽しみいただきたいと思います。それでは冬季は間もなく今日旧読谷飛行場を離陸いたします。本日は FM 読谷航空という電波の飛行機にご搭乗いただき誠にありがとうございます。本日1時間旅のお供をさせていただきますのは客室乗務員金城玲子でございます。皆様の旅がより一層楽しく思い出深いものになりますようご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。また本日は台風17号の影響で多少揺れることもございます。シートベルトはしっかりお締めいただき、緩みのないようお願いいたします。また皆様に番組をお楽しみいただくため、携帯の電源はマナーモードに設定ください。また番組をユーストリームにてご覧いただく場合は、電源をお切りにならずに FM 読谷のホームページを検索の上ご視聴いただきたいと思います。それでは秋も少しずつ深まってきました。今日は皆さんにお届けするオープニングナンバーをお届けいたします。この時期から夜空に輝く星が美しくなってきました。今日皆さんにお届けするのはサーカスの皆さんが歌います夜空の向こうをお届けいたします。
さあお聴きいただきました曲は、サーカスの皆さんが歌われる、夜空の向こうをお届けいたしました。さて旅の番組ですから、BGM にこの次お届けするのは、加藤登紀子さんの知床旅情をお届けしながら皆さんにご紹介してまいります。さて皆さん、旅の秋の楽しみ、これからね秋から冬にかけると、まずお野菜などは甘みを増して、そしてお魚は身が締まってというそういうね味わい方が楽しみになってきます。日本海の高級魚といえばのどくろね、有名ですけれども、この風味豊かなまた松茸、これから温泉も楽しみたいという欲張りな方におすすめということで、のどぐろと松茸が熱いといういざ北陸へ、石川県への、ね、旅のツアーなども出ているそうです。さあ北陸のうまいもんを、一緒に食べに行くというねそういうツアーなんですけれども、皆さん石川県、ね、行かれたことあるかもしれませんが、全国でも一番晴れというね、晴れが出る日が少ない土地というふうに言われています。曇り空がとてもね、多いそうなんですけれども、でもやはり日本海のね、海で締まったお魚たちがたっぷりと楽しめるそういった場所です。ぜひ皆さんね、こういったツアーなども検索していただきながら秋の計画を立ててみてください。それでは当機は間もなくシナジースクエアに到着いたします。お手元のイヤホンでは着陸後も 78.6 チャンネルにて放送いたしますのでご安心ください。間もなくシナジースクエアに到着いたします。機体が完全に停止し、座席ベルトの着用サインが消えるまでお席にお座りになってお待ちください。は3時16分になっています。さてこのコーナーからは、皆さんねご存知のように読谷の大湾に新しくできました、シナジースクエア、読谷のニュースポットと言われているシナジースクエアのコーナーをお届けしてまいります。さて今日はですね、いつもだと、添乗員の中島さん、今日は現地タイの方に、台湾でしたかね、タイの方に行かれているということで、今日はこの方に現地の方をご案内いただきます。はい、こんにちは、シナジースクエアの林です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日は添乗員さんになっていただきまして、林さんの方にご案内いただくんですが、はい、さあ今日はどちらをご案内してくださるんでしょうか。はい、早速ですけれども、はい、シナジースクエアの、北側ですね、2階建ての建物、その1階の真ん中にあります、黄色い看板でおなじみのアイランドデンタルリゾートクリニックさん、歯医者さんですね、はい、こちらの方にお邪魔したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか入り口がハワイを感じるようですけれどもね、中入ったらさらにハワイですよ、あそこ、ね、本当ですよね。はい、はい、今日はまた素敵な方をご紹介してくださるということなので、それではまず自己紹介から。そうですね、はい、お願いいたしましょう。こんにちは、アイランドデンタルリゾートクリニックの歯科衛生士の吉田紗友香です。はい、吉田紗友香さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、紗友香さん、今日は15分間、たっぷりとね、ラジオを聞いている皆さんに、アイランドデンタルリゾートクリニックさんをご紹介いただきたいんですけども、さあまず最初に、そうですね、あの前回、アイランドデンタルリゾートクリニックさんご出演いただいた時にはまた別の方でしたので、はい、吉田紗友香さんにまたこのアイランドデンタルさんの特徴とかですね、はい、聞かせていただければなと思うんですけれども、はい、あのここが、歯医者さんに勤める初めての場所だったんですよね。はい、そうです。勤めてみてどうですか？そうですね、初めはちょっと慣れないことですごく大変だったんですけど、こうやっているうちにこう、うん、そうですね、うん、なんか学生の頃にわからなかったこととか、あ、こう学生の頃でも勉強したこともあったんですが、うんうん、この院に入ってみてこう初めて知ることもたくさんあって、こう毎日がもうすごく勉強になっています。でも紗友香さん、なんで歯医者さんに勤めようと思ったんですか？と初めは私ちょっと歯医者がすごく苦手で、そうですね、ちょっと、怖いイメージもすごくあったんですよ、うん、でこう中でこう女性の方がちょっと優しく声をかけてくれて、うん、そこからこう苦手だった治療もこう、そうですね、乗り越えられるようになって、そうですね、怖さが少しずつ、はい、和らいで行くのがすごく楽しく感じました。やっぱりね、そこの歯医者さんの雰囲気ももちろんだし、うん、そうですね、そこにいるか、その本当にお人柄で、うん、なんか先生が怖かったら私たちも怖いし、はい、あのまたあのね、歯科衛生士の方がすごくなんか意地悪とか怖かったりしたらこちらもそういうね、うん、感じになりますけど、うん、優しかったら変わるんですね、うん、人って。そうですね、ちょっとあれ声かけがすごく大事なのが伝わります。そうなんだ。じゃあ実際に今この歯医者さんに勤められてみて、患者さんってどうですか？皆さん怖がりながら来るんじゃないですか？初めての方はすごく怖がってくるんですが、こうすぐ治療に入るのではなく、ちょっと慣れるまでは少し練習してこう慣れてきたところでちょっと治療の方に入っていきますね。林さんはすごくその気持ちがわかるんじゃないですか？はい、実は僕も患者としてですね、はい、もう何ヶ月か通わせていただいてるんですけども、まあ、本当にですね、うん、あの歯医者さんの怖さっていうものがどんどん薄れていくんですね、通うたびに。で今実は僕はちょっとこの大きな病院でないとできない、うん、ちょっと骨を削るような治療があってですね、はい、アイランドの関塚先生の紹介で、うんうん、ちょっと大きな病院で先週、手術をしたんですけれども、はい、また今週も経過で行かなきゃいけないんですけど、はい、早くアイランドデンタルさんに戻りたくてですねもう何せこっちの方が安心する、あ、あんまこんな言っちゃいけないですけど、でもそんなもんですよね、はい、うん、なんかこの口の中を開けるって全てをなんか見せる、うん、見られてるっていう感じだから、うん、少しでもできれば緊張って取りたいですよね、うん、なんか削られてる時ってなんか気がついたらいろんなところに力が入ってたりとかしません？うんうん、ね、紗友香さんとかも実際にされてる側の時ってどうでした？そうですね、やっぱり結構体にも力が入って力抜いてくださいって言われてもやっぱりなんか無意識に結構力が入ったりして、そうですよね、はい、治療が長く感じもしますね。でずっと口を開けているのって意外と大変だったりするじゃないですか、うん、でまたこう音がこう聞こえてくるとなんかなおさらなんか怖いことしてるんじゃないのかなって思ったりとかすると思うんですけど、うん、どういう感じでこの皆さんをリラックスさせて、さっきはねちょっとすぐ治療に入るではなくって言ってたんですけども、子供とかね、うん、なかなか大変そうですけど、どんな感じですか？とまずちょっとやってみて、うん、ちょっと練習したけどやっぱりちょっと苦手な方はちょっと、左手上げてこうちょっと一時ちょっと止めて、ちょっと大丈夫かなって様子見ながら少
少しずつ治療を進めていきますね。じゃあもう急いでやるとかじゃなくって、相手のペースに少しずつこう合わせてあげるところも。そうですね、無理にやってしまいますと、逆にちょっと治療に入っていくとこう余計怖がらせてしまいますので。でも私そんな今までそんな歯医者さん出会ったことないですね。そうですよね。まずそういうところから、心のケアからまず少しこうね気持ちを和らいでくれて、そこまで配慮してからスタートしてなかなかないんじゃないですか。実際に歯医者さんこの治療されてみて、それからこう紹介されて他のところに行って、このギャップってあります？言っていいのかわからないですけど大丈夫大丈夫大丈夫。この大きな病院ではちょっと絶望を味わいましたね。どんな感じなんですか？まずですね、やっぱり暗いですし、なんかごちゃごちゃしてるし、まあアイランドさんに比べたらちょっと不衛生に感じてしまうし、まあ先生は一生懸命なんですけど、皆さんもスタッフの皆さんも一生懸命なんですけども、なんていうんですかね、アイランドデンタルさんみたいなこう心のゆとりを持てないっていう感じです。まあ大きな病院なんでしょうがないと思うんですけどね。確かにアイランドさんってあのまず入ったら、ここハワイアンのサーフィンのショップかなって思って逆にびっくりしちゃう。よくカフェと間違えてお客さん来るって言いますよね。あ、そうですね。ちょっと雰囲気が歯医者さんではないので、とイメージではちょっと誰でも気軽に、と通えるような歯医者さんの感じにやってますので、ね、皆さんの実際どんな感じでお声が届きます？なんか来てみてこう意外と待合室もなんかゆったりしてるじゃないですか、すごく落ち着ける空間ですごくいいっていうのが多いですね。なんかねあそこチョコレートとかも売ってたり、T シャツとかも売ってたりとかするじゃないですか、なんか見てたらあのなんか待ってる時間も意外とそんな退屈しなくて、なんか逆にあったかい感じのね、無料のコーヒーまで出てますよ。そうですね、ないですよね普通お水とかはね最近はあるんですけど、はい、もうやっぱりコーヒーとかいただいちゃっていいんですか？全然大丈夫ですよ私たちってこうなんか食べ物は食べちゃいけない飲んじゃいけないっていう歯医者さんのイメージってあるんですけど、そうですね、こう治療あとはちょっと時間置くんですが、ちょっと待ってる間はですね、ちょっとゆっくりしてもらえるようにちょっと置いてますね。優しいですね本当になんかくつろげちゃうので、治療後にですね会計を待ってる間に、すごいね気持ちいいんですよでも意外と早く会計呼ばれちゃうのでちょっと残念もうちょっとね、そうなんですけどね、時間が、ね、あの贅沢な悩みですけれども、あと玲子さん、ホワイトニングのサービスが本格的に、ホワイトニングのサービス、スタートしてるんですかね。教えてください。あ、そうですね、今月からちょっとホワイトニングの方が入りまして、すべての治療が、お口の中状態すべて良くなって、こう歯を白くしたい方にちょっとおすすめしてますね。結構ね、やっぱり日本人って一番あんまり気をつけてないとよく聞くんですけれども、どんな感じであのサービスがスタートするんですか？そうですね、もしすぐ歯を白くしたい方は、オフィスホワイトニングっていうものがありまして、こう E に来てもらって、すぐ白くすることができるんです。そんなに？どれくらいの時間でできるんですか？そうですね、今のところですとちょっと2時間ほどお時間をいただいて歯を白くするという形になります。それって持続性とかはどんな感じなんですか？1回白くしたらどれくらい持つんですか？そうですね、初めての方ですと1回やるじゃないですか、すぐに元の色に戻ってしまいますので、ちょっとこう個人差がありますので、こう白く維持する方もいればこうすぐ元の色に戻ってしまいますので、それと自分がちょっと白くしたい色でしたらもうちょっと何回か来てもらって白くするっていう形になりますね。よくね表に出る方とかやっぱりすぐにしないといけないっていう、そういう方のためとかにこう速攻性のあるものをして、でまた一回自分が白くなったら続けたいって思った方はまた続けられるような。そうですね、お家でもできるホワイトニングもありまして、そういったものはホームホワイトニングといいまして、こう自分用のこうトレイをつけて、中に液を入れてこうお家の中でつけて
ちょっと時間はかかってしまいますが、うん、こう白くすることもできますので、うん、なんかね、あの結婚式とかイベントがあるときには、うん、この一発でというか一日で2時間でできるやつでやっておいて、うんうんね、あとはお家でゆっくりみたいなね。本当ですね、はい、多く試してる方とかもやっぱりそういう声もあるんでしょうね。実際にそうですね、こう、うん、ちょっとイベントごとがある方はすぐ収録したいという方も結構多いので、そういったものはちょっと オフィスっていうちょっと家に来てもらってやるものがおすすめですね、うんうん、さあお時間が最後となりましたけれども、さやかさん、リスナーの皆さんにちょっと一言メッセージを、来てくださいねみたいな感じで。歯医者が苦手な方もこう楽しくやっていけるところですので、よろしければぜひ LINE してみてください。お待ちしてます、はい、お休み何曜日ですか？お休みはですね、毎週木曜日となってますので、はい、日曜日もやってる。日曜日 と、水曜日はですね、午前中12時までとなってますので、はい、はい、じゃあありがとうございました。今日はアイランドデンタルリゾートクリニック吉田さやかさんでした。さあ、このコーナーからは SKS スカイ観光サービスさんのコーナーをお届けしてまいります。それでは引き続き添乗員の林さん、はい、はい、今日はこのコーナーどなたを、はい、今日はですね、はい、いつもの添乗員の SKS スカイ観光サービスさんの中島さんがお休みで、代わりに私が、ピンチヒッターでご案内をしてますけれども、今日はなんとこの SKS スカイ観光サービスさんの社長であられる大城さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこんにちは。こんにちは、はい、いつもお世話になってます。はい、こちらこそです、はい、じゃあ村民の皆様、改めて、いつもお世話になってます SKS ですねSKS をちょっと強調したいなと思ってます。はい、はい、スカイ観光の大城です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はね、ご案内人は林さんの方ですので、はい、まず林さんの方から。はい、はいはい、私はこのシナジースクエアを管理する側の立場なんですけれども、 SKS さんにですね、はい、スカイ観光サービスさんにシナジースクエアに入っていただいたということなんですが、結構ですね、
まあ、村民村外合わせて周りの皆様から、あの SKS って何ねっていう問い合わせがよくあるんですね。で、大塩社長にせっかくですから、はい、なぜあえて今あの、うん、国道沿いのシナジースクエアに新店舗を出したのか、うん、それからこの SKS という名前とかロゴを一新した、はい、その辺の意味をですね、うん、教えていただければと思うんですが、はい、SKS ね、簡単に言えばですね、スカイ観光サービスですね、うんうん、スカイ観光サービスの、はい、表の頭文字を取って SKS、うん、それとですね、我々の業界の中でね、うん、のエージェントコード、代理店コードっていうのがありましてね、うん、はい、それを SKS、 だから旅行会社にはみんなね、あの3レターコードでですね、3つの頭文字を持ってるんですね。どこのエージェントさんもね、あの航空会社が JAL とか ANA、はいはい、である意味ような感じでですね、もともと持ってましてね、それで、その代理店をね、うん、判別していくというのがありまして、それの頭文字で SKS、はあ、でせっかくシナジーのね、うん、あそこに移せるんだから、うん、同じものではね、うん、だからよく新しい酒は、はい、新しい川に入れろとかね、うん、あるじゃないですか、はい、そういったこともありまして、今回 SKS という形を前面に出してね、うん、そうですか、やってきたわけですね、はい、店内の方もね、うん、こう爽やかな、うん、本当にスカイブルーというかですね、うんうん、とてもなんか爽やかな感じでね、はい、お店の方もまたロゴの方も、はい、はい、そうですね、うん、どこにもまたちょっと意味もありましてね、そうですか、で一応創業としてはもう23年ですよね、あの当初読谷高校のグラウンドの近くにね、はい、23年前にスカイ観光サービスでオープンしましてね、もうこれは我々業界ではなくてあらゆる業界に言えることですけども、うん、従来のやり方ではいかないということがありましてね、うんうんうん、それで一度はまた我々も業務的に経営革新という言い方ちょっと草むにしますけどね、うん、ことをやりましてね、あの受け入れ事業にも、はいはい、あの手を出していきましょうと、拡大しましょうということで、白紫村さんの向こうにね移しまして、今まではどっちかというと受け入れの方に少しウェイトを占めてやってきました、はい、ここにシネジーさんがね、はい、あそこにオープンするにあたって、はい、タイミングを見計らってましたんで、今回ね、亀島社長との縁もありましてね、ぜひ、そちらにお邪魔させてくれんかということで移ってきたわけです、はいはい、まだ本社は高志法の方に、はい、うん、そうですね、はい、あくまでも本店は紫村の駐車場のエリアの一角にね、うん、はい、はい、向こうはもう民泊とインバウンドを中心とする、うん、というのは本社としては向こうに置いてあります、はい、あくまでもシナジースクエアはね、うん、旅行を中心とする、うん、店舗として、うん、移転してます。あ、そうですか、はい、でも本当に、まあ、分野をこうやって分けて、うん、またね民泊インバウンド、それからこちらはまたこの観光旅行の専門ということで分けることによって、うん、またどんどん仕事の方も幅が広がっていって、うん、はい、ね、社長の目指すものがいろいろと見えてくるんじゃないかと思うんですけども、はい、あの金城さん、あのこの言葉聞いた、ツーウェイツーリズムというのがあるんですね。ツーウェイツーリズム、はい、はい、というね、ここ何年かで出てきた言葉ですけどね、はい、まあ、国もよく使うようになりました、はい、ツーウェイツーリズム、双方向の観光、はい、両方ですね、うん、どっちかというとインバウンドインバウンド受ける旅行業者、うん、はい、アウトバウンドは送り出すだけの業者、うん、ということですね。これがね、うん、アウトとインと、我々はインをやるんだ、我々はアウトやるんだ、これ両方扱う、双方向にね、なるほど、扱っていく。以前からそれとてもしたくてね、うん、はい、でも一挙に二つはできないんでね、一つ一つ組み立てていこうということで、狙いとしてはツーウェイツーリズム、はい、双方向の観光を目指して、うん、その中でね、タイミング的にここに来ましたんで、うん、アウトバウンドは、シナジーの方で、はい、インバウンドはこの紫村のね、という形を考えてます。すごいです ね、 ね、本当に社長のこれまでのこう、ね、長年のやっぱり経験が、そしてまた未来に向かっていろいろとこう夢の方も抱かれてきたわけなんですね。でも実際に23年旅行業されるっていうのは、本当に地元に密着してるからこそですよね。
はいはい、あ、まあ、それはねもうおっしゃる通り、うん、もちろんもう村民の皆さんを中心とね、はい、そういった方々も近隣の彼な女さんの方々に、うん、支えていただきながらねやっぱり来れたのは確かですよね、はいはいはい、もう本当に逆に利用したことがない方はいらっしゃらないんじゃないかなって思うぐらい、ね、さまざまな本当に、子どもたちのことだったりまた大人の皆さんだったり、うんはいでうん、本当に出ることの方が逆に今まではやっぱり多かった感じですか。そうです、ね、今はねもうアウトとインとはちょっと逆転しましたけどももともとはねアウト一本でやってた頃はね、はいまあ、その時はまたその時でですね今カレナ読谷であの当時はですね盛んな頃はね、はい、読谷カレナでももう7から8業者がの旅行会社がひしめき合っていた時代がありました。それもでも本当に大変ですよね。それも大変大変ですよね。その熾烈な競争からで生き残って、はい、そういう店舗をね有しての、というのは今カレナ読谷地区でも、まあ、唯一うちだけになりましたけどね。そうですね、はい、その辺では途中でね、そういうふうなインバウンドも取り入れて入れていったから、まあ、なんとかということですかね。そうなんですね。でも今はよくね本当にスカイ観光さんってイコール民泊っていうイメージ、ね、確かにすごく、うん、もういつもこう子どもたちを受け入れて、うん、お見送りする姿も見てるんですけれども、うんうん、どれぐらいのこれ子どもたち今まで受け入れてこられたんですか。子どもたちですか、はい、年間にするとですね、だいたい1万8000名ぐらいすごいですね、はい、目標は2万ですね、うん、そうですか。教育旅行民泊は今2万人を目標に、うん、だいたいこの最近は1万9000ぐらいを、はあ、動いてますね。すごいですね。ここに来て、教育旅行がを基本にしながら、うん、今度は海外からのね、はいの方も受け入れていきたいということですね。すごいですね、うん、民泊っていうと最近はね、うん、なんですかね、会員宿泊みたいな、はい、お家に泊めてあげるみたいな民泊、お家にじゃないですね、空き部屋に泊めてあげるみたいなのが、うん、全国では有名になってしまってますけれども、はいはい、まあSKS さんがずっとやってこられたのこのいわゆる教育民泊、そうですよね、体験型の民家ステイですよね、はいはい、もうね受け入れる方々がとっても、うん、本当に温かい方が、ね、本当にいらっしゃって、社長ですね、一度私沖縄国際大学でですね、はい、放送を一度中継をやった時に、うんうん、はい、そこに来ていた生徒さんが大学生だったんですけども、うん、関西の方の大学生さんだったんですけども、はい、中学生の時にですね民泊で読谷に、読谷にお世話になったと。でその子はですねその時に本当にその とっても優しくしてもらったので会いに来たんだって言って沖縄来られてたんですよ。そういうなんか人一回の出会いでその方にもう一度会いたくてここに来るっていう、うん、そういう子どもたちも たくさん増えてるじゃないですかね。あ、多いですよ。やっぱりそうですか、はい、我々がもうわからないところでですね、はいはい、ホストファミリーの皆さんとはそういうお付き合いをされてる。皆さんされてる、はい、多いですね。ただいまみたいな感じなんですかね。ですね。はい、受け皿がとてもまたね懐が深くて、うん、本当に優しい環境であれば帰ってこうやって来るんですね、はい、やっぱりねホストファミリーあってできることなんで ね、うんうん、そうですね、やっぱりホストファミリーのこの人間力というのかな、うん、それに支えられてるのは確かですよね、うん、はい、そうですか。この教育民泊の世界でも、まあ、まさに第一人者として、うん、本当です ね、 ね、高潮の本店ではこれからもどん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 大きくされていくと思うんですけれども、はい、今回このシナジースクエア店アウトバウンド、うん、県外への県外海外への旅行を取り扱う店舗として出されたんですけれども、はい、こちらはどのような展開を今後お考えですか。うん、はい、従来のね、はい、旅行会社といえばよく私の持論ですけどね、もう我々の旅行業の定義というのがあるんですがね、うん、その時に代理媒介取り次ぎというのがあるんですね、はい、航空会社の代わりに代理店を販売をします、うん、でバスを取り次ぎます、はい、ホテルを媒介します。これで業務は成り立つと言われているのが旅行業なんですね、うん、はい、でもそれだけをやっていてはもう
成り立ちませんよと、うん、それはすべてネットに変わりましたよね、うん、という時代にも前からね、うん、入りますよということで、うん、ですから旅行代理店としては成り立たない、うん、ということなんで、それじゃどうやっていくの、うん、ということですよね、うん、ですから客お客さんをもう探す時代ではないんですね、うん、いかに仕掛けて作り出していくかですよね、うん、仕掛けて作り出す、はい、お客様をこう作り出していく、うん、ということでですね、その辺ではずっと挑戦でしょうね、うんうん、あすごいですね、はあ、いい形になるかな、ね、でも本当楽しみがたくさんありますけれどもね、この沖縄からやっぱり本当海外また国内に行かれる方も年々どうなんですか。あお客さん自体はもう増えてますよ。そうですか、はい、旅行するお客さん増えてます。ただ、うん、旅行代理会社を通してというのはね、うん、これはもちろんもう今ある意味では少なくなってますけどね、でもそれはやり方、うん、そうですよね。お客さんで旅行に行かれる方々は年々増えてますね。あそうですか、はい、これ確実に増えてる。飛行機もね安くなってきてるから気軽に行けるようになって、それを個人で頼むか、うん、逆に安心して、うん、プロの方にコースとかそういったものもね、考えていただいて、うん、もうお任せするかどちらかっていう、うん、でもあのネットでね、うん、LCC 手配して、うんはい、で自分でもやるは簡単に今手配できますしね、うん、で情報ももうスマホでいくらでも入りますしね、はい、いちいち旅行会社からでしなくてもいい時代、うん、また旅行代理店よりも先にお客さんの方が情報は持ってますんでね、そうですね、だからそれからそういったのとあの戦っては商売になりませんから、うん、違う方法を常に考えないとね、うん、でもう旅を行くことはとてもいいことなんで、うん、どのような手段でもいいですからね、うん、大いに出てほしいですね、うんはい、最後に、社長のこの旅とは旅とはなんていう旅行とは旅行とは私はもう旅行とはというかね、うん、やっぱり人をお世話するのが、うん、最初はねあの添乗員という形で入って、はい、自分が旅をすること、はい、行くことを主としてやってきましたけども、うんうん、いつのか人様を、うん、お客様をお世話することにそれが楽しみになっているんですね、はい、そういうことになりますかね、はい、じゃあ最後に営業時間を営業時間、はい、あ、シナジーの方は、10時から6時はい、はい、あと民泊はチュラムラヨミタンという愛称で発信してます、はいはい、はい、ありがとうございました。こういうね、はい、会社の成り立ちなどを今日はお聞かせいただきました、うん、SKS スカイ観光サービスの大城光社長でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
は3時48分になっています。スカイミュージックツアーズ、このコーナーはゆくるぽんのコーナーをお届けしてまいります。さあ、このコーナーなんですけれども、ゆくるぽん、沖縄の観光をお得に楽しむクーポンマガジンという、これはねフリーペーパーで県内で配布されているんですが、観光客の皆さんだけでなく、また一般の皆さんにも手に取ってもらえるよう、県内69カ所に、配布されているクーポンとなっています。さて、このクーポンの中には2種類のクーポンがあり、毎日誰かがスペシャルにお得な先着クーポン、そして特典クーポン、いつでも使えるお得なクーポンというものがこの中に入っています。こちらをね使っていただいて、気軽に旅を、そしてね地元の方でもやはりねいろんな観光地を回ることで楽しんでいただけるよう、時には観光客気分になって沖縄県内を堪能するのもいいかもしれません。さあ、この中で今日皆さんにご紹介していくのは、中部にあります一角をご紹介してまいります。まずこの中部で皆さんがね行きたくなる場所、ね、夜空の星空をね見るためにも行ってみたいなと思う場所の一つね、美しい場所、海中道路というところがありますけれども、行かれた方いらっしゃいますでしょうか。まあ、地元の皆さんにとってはドライブにね必ずと言っていいほど行ったことがある場所だと思います。空と海の真ん中を爽快にドライブ、最近ではなんとこの橋の真ん中にライトが点灯されるようになりました。旅客半島と、この一角 4.75km の、橋、変座海中大橋から始まり、途中にはビーチや海の駅綾橋館があります。この県内の中ではさまざまな道の駅がある中、ここは珍しい海の駅なんですよね。海の駅ということは、通常の農産物屋さんとかとは違って、海のね美味しいものなどが味わえる場所となります。またこの変座島の一角、石油コンビナートに驚き、宮城島の高台から海を眺めて、池江大橋から池江島を一回り、これが定番のドライブコースとなっています。まあ、池江島に行かれたことある方いらっしゃると思うんですけれども、よくね海水浴なさっている方もいらっしゃいますよね。また、この一角、本当にね天気のいい日には、このね島々を渡るときに海を眺めると中が本当に透き通って見える、これもねやはり沖縄の海、東それから北、南、それから、ね、本当に、西海岸といえばここ読谷村なんですが、東西南北さまざまな海の顔色が見える場所です。沖縄県というのは本当にね多くの方々が訪れる場所で、どこかほっこりする場所だったり、都会の暮らしに疲れた皆さんがここ沖縄県に来て、時間を気にせず時計を見ることもなくゆっくり過ごせる場所の一つと言われているのがここ沖縄県です。先日武蔵大学の生徒さんたちがここ、読谷村 FM 読谷にインターンシップで来られてたんですけれどもね、海が本当に透き通っている、特に漁港、ね、戸屋漁港が本当に漁港なのに透き通っているということに驚かれていました。彼女たちが住んでいる場所が湘南ということで、湘南の海は泥みたいっていうふうに言ってたんですけれどもね、ただね沖縄に皆さんが求めているというものは、もしかしてゆったりとした時間、そして優しく包み込んでくれる人の温かさなのかもしれないですよね。さあ、この中部の一角、まず海中道路をご紹介いたしましたが、その次にご紹介する場所がプラザハウス。ここは創業62年の老舗のショッピングセンターと言われています。主に中部の、ね、お客様がたくさん、いらっしゃるということですけれども、特に、ね、最近では観光客の皆さんも必ずバスを止めて回るスポットとなっているそうです。パリ、ミラノからファッションアクセサリーを直輸入しているロジャース、ね、本当にここ有名ですけれども、それとはプラス、和雑貨、老舗のタコス店まで個性豊かな36店舗が皆さんをお出迎えしてくれるということです。さあ、ここに行くとね、昔の本当にね戦後間もない頃からの、写真などもね、展示されていますけれどもね、本当にね昔はこうだったんだなって
ていうね、そういうお写真を見ると、それだけでもね、現代と、ね、比べることもできて、またね、いいのかもしれませんね。そして中部に位置する場所に、ここ読谷村にあります紫村も掲載されています。県内最大級の体験施設ということで、101の体験が楽しめる紫村があります。子どもたちにとってはね、楽しめる場所でも、大人も実は楽しめる場所の一つとなっています。宿泊しても回りきれないほどの体験王国村、ここが紫村となっています。ぜひね、こちらも一度体験してみてはいかがでしょうか。さあ、さまざまなゆくるぽんね、南部、中部、北部、さまざまなね、一角を皆さんにご紹介しているゆくるぽん、ぜひ県内69箇所で配布されていますので、ぜひ皆さん一度取ってご覧になられてください。以上、お届けしたのはゆくるぽんのコーナーでした。さあ、お届けしてまいりましたスカイミュージックツアーズ、いかがでしたでしょうか。ぜひ来週もご登場いただきたいと思います。スカイミュージックツアーズ、この番組は旅の感動をデザインする SKS スカイ観光サービスの提供でお送りしました。それではエンディングの曲をおかけしながらお別れとなります。それでは皆さん、来週までさようなら。